皆様、市川猿之助です。この作品は約40年前に、私の叔父の三代目市川猿之助が宝塚の上田晋司先生にお願いをして書き下ろしていただいた作品でございまして、男性版宝塚のようなロマンあふれる物語となっております。屋島の戦いで滅びたといわれる平の智盛が実は大陸のローランに渡って、そこで物語が展開するという奇想天外な愛の壮大な物語となっております。劇中踊りあり、そしてですね、歌舞伎俳優が今回は歌に挑戦いたしまして、まさにグランドロマン歌舞伎として蘇り、最終章では私が得意といたします宇宙の寮を皆様の前でご披露すると、こういう趣向となっております。夜の部ではこの淵を破刀を超えて、昼の部とはガラッと打って変わって古典歌舞伎三代猿之助四十八世のうちのごひいきつなぎ馬をご覧いただきます。これは平将門の世界に雲の妖精が絡みまして、これまたお昼とは違った非常に歌舞伎らしい物語となっております。ですので昼の部夜の部合わせてご覧いただくと、歌舞伎の醍醐味、歌舞伎の味わいを一挙に楽しんでいただけるという、そしてですね、この夜の部では私が早変わりにて舞踊劇を務めますので、ぜひその辺も見どころの一つとなっております。明治座には本当に久しぶりのお目見えとなります。今回は市川猿之助奮闘公演ということで、まさに、額に汗して一生懸命に演じますので、皆様まだまだ難しい状況かと思いますが、どうかお時間とお心に余裕のある方は明治座の方へお足をお運びいただきまして、歌舞伎を見てる間は世の中の憂さを忘れて、夢の世界に遊んでいただきたいと思います。市川猿之助奮闘歌舞伎公演、明治座でお待ちしております。